前田殿も。毎度岩本でございます。今回の動画は6月12日エスコンフィールドで行われました、日本ハム対中日3連戦の2戦目の模様をお届けしたいと思います。結果7対0ファイターズの完封返しの勝利でしたな。前日は完封負けしたんですけども、今日の試合は初回からバットが効いた、先発ピッチャーはファイターズは伊藤大海と、で、ドラゴンズは小笠原、しんのすけ、その二人のマッチアップだったんですけども、好投手の投げ合いですな。そしてラインナップいきます。1番郡司、2番清宮、3番水谷、4番マルチネス、5番タミヤ、6番万波、7番松本、8番上川畑、9番奈良間というラインナップですね。ちょっと左ピッチャー対策の打線かと思いきや、2番に清宮幸太郎を入れるというね。またまた新庄マジックの一つがここにありました。伊藤大海、立ち上がりから抜群。ほんで1回の裏に4点という大量援護をもらい、その後は2回以降、フォアボール一つも出さずに、各イニング先頭打者をしっかりアウトに取るピッチングで、98球、無四球完封、まだ達成というところでね。まだこれヒロミックスとか出るんじゃないの？ヒロックスかな、イトックスかな、何かわからんけども、おそらく僕はヒロミックスで言ってくれた方が、なんか伊藤大海っていうね、そういう伝わり方がいいんじゃないかと思うんやけど、これわかりませんな。その新聞記者の方の、裁量に任せましょうじゃありませんか。まあ、いずれにせよいろんな言葉が飛び交うでしょうね。で、その中でね、まずディフェンスの話ですけども、伊藤大海がこれだけいいピッチング。まあ、イニングの先頭アウト取ることでとてもゆとりが出るんですよ。ほんで、まあ、ワンアウトからヒット出たとしてもバタバタしません。結果、今日二塁ベースも踏ませてませんよ。二塁にランナー一回も立ってないんですよ。すごいですよね。3発3安打。完璧なピッチングでした。投げ終わってからでも疲れが全くないようなピッチャーにも見えたしね。で、受けたキャッチャータミヤも成長を見せてますよ。その試合をこんなにいいピッチングをさせながら導いて完封勝利を収める。これピッチャーだけの作業じゃないんですよ。キャッチャーのタミヤも素晴らしい功績がそこにあります。打つ方でも先制タイムリーですよ。言うことありまへんな。ほんでディフェンスの今日のポイントは、5回の表の先頭バッター、ドラゴンズ村松が放ったセンターオーバーかというあたり、松本剛、もうザ・キャッチやね。あのキャッチで伊藤大海は本当にこの試合を取れる確信が持てたと思う。あれね、結構難しい部分あって、何が難しいって、あの技術的なものもあるし、あれ抜けてると、ツーベースどころか三塁打もあったと思うのよ。そうなれば、おおよその確率でドラゴンズが反撃ののろしで1点、2点取ってたと思う。そうなれば終盤にかけて、脂っこい場面ばかりが続き、あれだけ平常心を続けることが難しくなった伊藤大海事情があったと思うんですよ。それを松本剛のあのバックバックバック、で最後はもう背面キャッチのようなナイスキャッチがあって、伊藤大海が次のブライトにヒットを打たれたところで慌てずバタつかず田中加藤と連続アウトを取ることができたよね。もうそこから6、7、8、9全く危なげなく6回以降パーフェクトですから、この村松のセンターオーバーのあたりの松本剛のスーパーキャッチが今日の勝負のターニングポイントだったと思うね。僕はそう感じました。はい、それで完封劇、ナイスピッチング。さあ打つ方ですよ。1回、郡司ピッチャーゴロ、清宮三振、見逃し三振。そっから今シーズンのファイターズ、ツーアウトからヒット多いよね。ツーアウトからチャンス作ってものにするシーンよく見るよね。で、ツーアウトからのタイムリーも多いよね。これ1回の裏、タイムリーどころか、ツーアウトランナーなしから水谷ヒット、マルチネスヒット、タミヤタイムリーヒット。こんな3連打あるかいと。立ち上がり、ドラゴンズ小笠原慎之介、良かったんですよ。球もめちゃめちゃ切れてて、甲子園で高校野球時代、高校球児、甲子園球児の時に対戦がある小笠原と郡司、その試合では小笠原が優勝ですよ。キャッチャーで出場していた郡司がヒットを1本打ったけど、あれ木製バットやったら折れてるっていうぐらいの悔しい思いをした甲子園の事情があった。それが今日2打席目のツーベース、そして4打席目にはレフトに完璧なホームラン打たれないの。まあ、その縁がある2人のスタートとなって、ピッチャーゴロでやっぱり小笠原慎之介かえというようなアウトのスタートだった。で、清宮も見逃しの三振、アウトコースのスライダー、完璧のコントロールやった。そこからヒットヒットヒット、万波中正がもう試合を決めるぐらいのインパクトのあるスリーラン、弾丸ライナー、彼ヒーローでも言ってましたね。
これ以上ないぐらいの感触だったと。万波中正の打球が上がってきましたよ、上がってきましたよ。いいじゃないの、まあこれからもね、あのいろんな打順任せられても、その場面で責任を果たす万波がやっぱり魅力のあるバッターですよ。なかなかね、額面通りの働きができてないなんて僕辛いコメント言ってたけど、まあ徐々に調子を上げてくれてて、シーズン終わってみればやっぱり満中だよねになってんのちゃうかな。うん、素晴らしいね。はい、そして7回には、追加点、これが郡司のホームランやね。2打席目にツーベースこそ打ったけども、やっぱり2人の小笠原と郡司の対戦っていうのはずっと注目される中で、打った瞬間それと分かるレフトに弾がないのホームラン、ブルペンの、グランド整備のトンボにバコン、またまたブルペンクラッシャーやんか、やるよね。まあ4点で隅4で止まってたその野球にもうダメ押しとも言えるあのホームランが非常に効果的で強い強いインパクトがあったね。で8回の裏、ピッチャーが梅野か。で8回の裏、先頭マルチネスヒット、スリーボールから打ったね、ナイスバッティング。でタミヤはあの変化球空振り三振となったんだけども、マンチューが、サードへ内野安打。で松郷フォアボール、うん、でピンチヒッター野村、インフィールドフライ、ファーストフライ。でここで奈良間、今日スタメンもらってる奈良間ですよ。4打席目、4タコやったら明日以降の出場も考えられる、うん、ちょっと考えさせられる。センターにタイムリーヒット、2点、タイムリーやんか。おかげで試合終わってからの一丁締め、奈良間声がもう上ずって上ずって興奮のお祭りがあったやんか。ああ、ナイスな一丁締めやったね、大好きな野球選手って。まあそうやってね、あの攻守においてファイターズが常に常にその野球の流れを牛耳ってた試合と言えるんじゃないでしょうか。伊藤大海月間 MVP 取ってから内容も結果もあんまり良くなかったんですよ。でも今日のピッチングでやっぱり強いよねと。開幕投手勝ち星上げました、月間 MVP も取りました、3月4月。そのピッチャーがシーズンやってたらいいピッチングしても勝てない時あるよねとか、で傾向が出たら対策も練られるよね、でそれを見ながら今度その対策をこっちの傾向と捉えてまたまた挑み直してこの結果を出す、レベルの高いピッチャーでんな。でそうやってもう完璧な勝利を収めたファイターズですけども、最後に言わせてください、清宮こうちゃん、今日4打席もらいましたね。その中でフェンス直撃の2ベースよ、らしかったよ。あの弾丸ライナーも清宮こうちゃんらしい当たりやと思います。1打席目見逃し三振でどうかな。でライトフライ、いい当たりやった、2打席目。やっぱり感覚がいいから、調子がいいから1軍上がってきてんやろね。その5回の3打席目、あわやホームラン。横に50センチ、上に50センチ、どっちかずれてるとホームランだったかなっていうような話題性のある当たりを打ってくれたやん。4打席目はキャッチャーフライかな、うん、まあ4打数1安打でも結果が出た、左ピッチャーから打てた清宮、明日から一層のロックオンやで、もう思い入れがあるっていつも言うやん。去年の年末クリスマス時期に、クリスマスイブやったかな、うん、音の祭典で一緒に歌歌った、もうそんな思い出が入るに決まってるやん。こうちゃんの活躍期待してるよ。ファイターズ一勝1敗、完封返しの試合でした。明日の試合はラバーマッチ、どっちのチームがその勝ち越しの白星を取るんでしょうか。岩本ガオラファイターズライブフィールドでまたわーわー言うとりますせ。毎度気に。